さあやってきました西尾フィッシングクラブ秋の小川編よっということでね、はい、来ました久しぶりだから久しぶりのね、罠編ですよ罠編外来種がめちゃめちゃいる小川に来てねこの毎度おなじみのお魚キラーを使って、はい、お魚を取りたいと思いますあとガサガサのね、網も使っていろいろね、まあ生物採取夏はやったから秋の小川はどうなってるの小川っていうかまあ用水路というか一応川だけどねそういうのをね、はい、やっていきたいと思いますはい、やっていくぞはい、ということで罠をね、仕掛けていきましょうはいこちらいつもおなじみのね、お魚キラーちゃんですね最近 NSC こればっかで取るいやいやいや、これ一番取れるからねめちゃめちゃ取れるんだほんで、これねいつも通りシュイグペレット俺初めて見るかもしれないほんとザリガニの時あ、そうか、ザリの時はカツオの腹渡だったからこれをこんな袋に入れていきましょうはいこれどんなもん入れるちょっとでいいよ3個ぐらいもっと目が水の中に広がってくるそんなもんだねはいでね、仕掛けようはいとりあえずね、俺怪しいと思ってるのが浮き草の下この下ってそう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 入れたら中に浮き草の中に入れてほしいねあ、いいっすねいいっすねこんな感じちゃんと取れるぐらいで取れるよ OKOKOK 2個目はねあの流れがないさあの三角形の一番端っこね一番端っこ真ん中通ってた方がいいと思うおー、気をつけて全部滑る全部ローション俺、よくないからローションまみれなんだよどうするこの辺に置いてはい、この辺、真下のこの辺にいいよいや、もうちょっと手前、順の方側にそこ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 よし、いいっすねはい、2箇所目完了です。魚いるじゃん。うわ、惜しい。うわ、惜しい。惜しい。惜しい今。俺の手に当たった。当たって入りそうだったのにバックしたな。そう。前来た時。すごいすごいすごい夏よりもすごいぞ逆に今の時期の方がちょっと過ごしやすいのかもしれない魚的に今年暑かったしな、うん、ほら錦鯉ですこれ皆さん動画で確認しようすげえすげえ今泳いでってるしゃ、うん、それそれそれテラピアと一緒に泳いで自分テラピアだと思ってますねこの子テラピアの群れがすごいいっぱい外来種パラダイスですね、これこっちもいっぱいおるしあ出てきた、出てきた、出てきたここ深くてきついんだけどなあ、今惜しかった今ちょいってやれば多分入ったべ大の大人二人がガサガサ両手にタモ持ってね、ガサガサしておりますねそのうち一人は虫取り網だから虫取り網すげえ重いね10月も後半よ無事27歳になりましたおおめでとうございます27歳初ガサガサ初ガサガサんお入った魚おおすげえうまいガサガサプロだこいつ今日ね、この辺取ったガサガサを心得とるわさっきの西だったら取っとったかもしれん錦鯉おお、テラピアです綺麗なね、お魚飯出ることになるよこれ見せてみ右ぐらいのエビがすげえ、ね、小エビ、チエビがすごいなへぇ、全部エビちっちゃい魚おぉうまい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 西、こいつプロだぞ今日なんか違うと思う本当にあ、なんか鉄腕ダッシュでやってたわこういう光景これはカダヤシっぽいけどカダヤシっぽいっすね皆さん何でしょうか僕あんまり詳しくないんで西、2魚種目右吉目あとは錦鯉だ、はい、あと錦鯉をね狙っていきましょう多分角っちょにおると思うよその三角のないあらどこ行ったあ、入った入った入ったすげえでかいはいないけどめっちゃ入ったでかっ鯉はどっか行ったけどテラピアがドゥル入ったここで逃がすまでが天ぷらなんですよねおでけえすげえ標本みたいなテラピアギチギチに入っとるメダカいっぱい入ったほいじゃん
すごい。合計3匹。すごいね。ガサガサでこのサイズなかなか取れんぞ。びっくり。3匹一気に取った。手のひらどころか手の長さサイズだろ。何？16ぐらい。さっき多分。おお、入った。おお、すごい。この中にもう3種目いますからね。メダカ、テラピア、モエビ。はい、そしたら揚げていきましょう。大体何時間ぐらい入れといた？2時間ぐらい入れたんじゃない？お昼食べて。そうだね、お腹いっぱいで。さあ、2時間でどんなもんか。冷たくなった。さっきまで入っとったのに。気温があったかくなったから。あれか、水温の。さっきの方がぬるく感じる。あー、冷たい。ほっ、はい、なんか跳ねとる。なんかいっぱい跳ねてますね。めっちゃ手長入ってる。すげえ。おお。うまいね。はい。入れるのうまいね君。1個目は魚入らず。やっぱ難しいな魚。やっぱあそこか。魚入っちゃった。お。え。本当だ。やっぱうまいなガサ。ガサうまいね。ガサし。ガサし。お。おお、勇気も取れた。さすがガサシン。水面のガサシン。楽しい、めっちゃ楽しいやんこれ。てかいっぱい入るね。ね。すごいよこれ。よし。いいねいいね、そっち行ってるよ。おお、行っとる行っとる行っとる。見えんけど。おお、めっちゃ行ってるめっちゃ行っとる。ライトで照らしても、うん、変わらんと思う。入った入った入った。おお、すごい、うまっ。おー、2種も入れた。ガサシン、ガサシン、君たち。うまいね、ガサガサ。でかいな、あ、いっちゃった。おー、めちゃくちゃ入った。うそ、一瞬。一瞬飛んだ、飛んだ飛んだ、出ちゃった出ちゃった。飛ぶんだけど、こいつら跳ねるよ、その子たち。生きるの必死だから。え、ジュン捕まえたやつ出ちゃった。出ちゃった。あら、頑張れ。さあ、手、長い手を使って。入るか。はい、やっ、うわ、入った入った入った。おお、いろんなもの入ったぞ。え、めっちゃ入ったじゃん。おい、待って、めっちゃ入った、銃の中。あ、でも、でかいでかいでかい。おお、マジか。追い込みブーストで魚がワンチャン入っとる可能性もあるでな。頼むぞ。かろって。入っとる。お、でかっ。背中が。おお、またエビか。またやってますわ、彼らは。こうやって。ちょっとごめん。とりあえずこれ、魚キラー2個目。2個目の方が多いね。2個目の方が多いね。あそこ溜まりやすいんだと思う。あの草むらの下よりも水止まりの方が多いは多いんだ。うん、すげえ。はい、こいつらが。これほとんど手長やな。うん、手長と萌え人だね。でもそうね、この手長でげえ。あ、メダカみたいなやつ。嘘。お、嘘、入った。お魚キラー初の魚が。おお、初のお魚も入ってました。お魚キラーでキルできるんですね。お魚キラーだね、ちゃんとした。ちょっとエビ ひとまとめにしようぜ。おお、大量です。アクアリウムだこれ。ガサガサの成果が。はい、どうぞ。ほい、ほい、ガサガサ1匹目。ほい、ほい、2匹目。なんかいつもかエビも入ってるぞ。ガサガサしてるうちに。ほい、3匹目。お、ヒレが赤い。こいつ綺麗。ちっちゃいのも入ってる。ちっちゃいメダカ。はい、4匹目。メダカね、3、4匹入ってる。お、そう。メダカみたいなやつ。カベヤシかメダカかどっちか。ラストが。ラストでかいぞ。入った。おー、でげー。急に黒い。さっきと同じ黒いぐらいか。でも本日の釣果これですね。釣果でいいんだ。釣果です、これ。何か。いやー、いっぱい釣れた。
釣れた。ちっちゃいエビがおる。本当だ。めっちゃちっちゃい餌やん、こんなんテラピアの。ねえ。何やってんだあの人。何でも鑑定だ。岩を持ち上げて。本当だ。気持ち悪い。流れ早っ。多分全部そっちで行くんだ。あ、水結構あるよこれ。めっちゃ出てきた。草の中から。めっちゃ出てきた。すげえすげえすげえ。ドラ出てきたぞ。ここめちゃくちゃ簡単当たるけど入らんのだけど網パーンって投げて、なあ、戸網したらここめっちゃ入るぞこれ。この森蔵エリアすごい、やばいぞ、もう全然入らん、どんどん出てくるもん。あ、ほろろろろ、あ、西久保、西久保、あ、おったあ、そっちいた、そっちいた、これ そっちいた、あ、痛い、ドルドルルルー、あー、痛い、あー、ここで、ここで、無理、右、あー、右いった、入ってった、はい、じゃあそういうことでね。いやー、お疲れ様でした。いっぱい取れたね、今日も。いやー、エビ天国、エビと魚、いや、今日はテラピアもいっぱい取れたから。そうね、確かに、確かに。前回は西と行った夏の時は1匹だけだったから、今回すごいいっぱい6匹くらい取れたんじゃないですか。うん、うん、もっと取れたか。人がいっぱいおって追い込まんとダメだ。そうだ、追い込むと強いね、あれは。で、なんか変なメダカみたいのも取れたし、テナゴもめちゃめちゃ取れたし、萌エビも取れたし。はい、まあじゃあそういうことでね。釣りシーズンね、まだまだ真っ盛りなんで、皆さんぜひ釣りをやってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあそういうことで、今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回、空を期待、チャンネル登録の高評価よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。